2020年の世界選手権女子オムニアム覇者、梶原祐美。同大会にて。2006年の男子エリートロード世界選手権者、パオロベッティーニ。2007年ジロでイタリアにて。2006年、2007年、2009年,年、2010年の男子エリートロードタイムトライアル世界選手権、覇者ファビアン・カンチェラーラ。2007年ツールドスイスにて。 マイオアルカンシエルは世界選手権自転車競技大会の優勝者に与えられるジャージである。日本ではマイオアルカンシエルと表記されることが多いが、フランス語によるこれらの故障が一般的である。5つの大陸を表す緑、黄、黒、赤、青のストライプが襟と袖、胴回りにあしらわれたジャージであることからこの名がある。ちなみに英語ではレインボージャージ、 イタリア語では、マリア・イリダータと呼ばれる。チャンピオンとなった選手は、翌年度の世界選手権大会開催前日までの間に行われる、当該種目の大会においてこのジャージを着用して、競技することが認められる。例えば個人ロードレースの優勝者は、UCI ワールドツアーやツールとフランスなどの、グランツールなどでこのジャージの着用することができる。同様に、 個人ロードタイムトライアルの優勝者は、ステージレースに含まれるタイムトライアルステージや単発のタイムトライアル大会の実施時に、ジャージの着用が可能である。また現チャンピオンで亡くなった以降も、当該種目において、襟と袖口を虹色で縁取りしたジャージを着用することなどが生涯許される。世界選手権で優勝した選手が、翌年には大きく、 成績を落とすというケースが少なくないほか、なぜかレース中の落ち車事故やメカトラブルが頻発したり、歴代の優勝者は、私生活で家庭不和や事故、病気に罹患するなどのトラブルに見舞われていることなどから、俗に自転車業界では、アルカンシエルの呪いというジンクスが、まことしやかに噂されている。優勝者は、世界戦後の1年間、アルカンシエルを着用して、 全てのレースに出場することが許されるため、クラシックレースなどのワンデーレースでは、アルカンシエル着用者が最も目立つ存在となるほか、クランツールなどのビッグレースにおいても、総合主位、ポイント賞、山岳賞など各賞ジャージの着用者に次ぐ存在感を示すことになる。そのため当然のように他チームからは、実力者とみなされて厳しいマークに会いやすくなる上、 そのレースの成績に関係なしにマスコミから格好の標的とされるケースがままあり、その結果アルカンシエルの重圧に耐えきれなくなって調子を落とす場合が多い。このことがアルカンシエルの呪いに一定の説得力を与えている。もちろんアルカンシエルの呪いそのものには何の根拠もないため、呪いの影響とされるもののほとんどは単なる偶然や、 調子の波として片付けられるべきものだが、自転車ロードレースの選手、関係者やファンの間で、呪いはある、種の都市伝説として定着している。その注目度の高さから世界語大医学雑誌の一つで、ある、BMJ では2015年のクリスマス論文、アルカンシエルの呪いを解くでこの問題を取り上げており、1963年から2013年の優勝者について解析したところ、 今まで提唱されたスポットライト効果仮説やマークされ、安くなるため勝てなくなるといったマークとマン仮説は否定的であり、単なる平均への回帰が最も実際の結果を説明していたと結論している。世界選手権優勝者のその後の活躍の主な例を示す。アルカンシエル獲得により、自国の最優秀スポーツ選手に選ばれるケースもある。以下に主な例を挙げる。 ありがとうございます。